心はどこから来て、どこへ行くのか。令和5年4月の文学会。心は発明された。発言者、吉川博光。下西さんが表明するのは、ミシェル・フーコの人間の発明になぞらえて、心もまた発明されたものとして見ることができるということです。つまり、心が普遍的でいつでもどこでも存在するものとは考えない。だから問われるのは、その本質とは何か、ではなく、それはどのようなものと考えられ、語られてきたのか、ということになります。発言者、山本高光。心には直に知覚できるような形がないので、言葉で捉えるにも例え話をするしかないんですよね。その例え方の変遷に、下西さんは注目されていると言っても良いかもしれません。発言者、下西風と。心、自然科学の領域では意識について哲学的に考えるとともに、科学的に考える研究に取り組んできました。その中で、どうしてもこれは歴史性の問題として考えなければならないと思い始めました。私たちが心として思い描いてきたものは、時代や場所によって異なるのだから、心の本質や本性を探求するのではなく、私たちは心をどのようなものとして、あるいはどうあるべきものとして、考えてきたのかを考察しなければならないと。その出発点には、現代では心には、あまりに過剰な仕事が担わされているのではないか、という直感がありました。心は外界のあふれかえる情報を的確に処理し、自分の感情や身体を統合し、合理的に真偽や善悪を判断し、意思決定をすることを常に求められています。すでにソクラテスが、心をそのような仕事を担うものとして発明していたのですが、現代にあっては、心に求められている仕事の量が増え、その精度も高くなっている。でも、心にここまで過剰な仕事が背負わされていなかった時代もあったはずで、その時代まで遡ってみることで、心について一から考え直す作業が必要なのではないか。心が過剰な仕事を荷下ろしできる道筋はないか。そんな問題意識から出発しました。西洋編と日本編にした理由。発言者、山本高光。古代ギリシャのホメロスでは、現代とはかなり違った形で心が捉えられていた。特定の場所を持たず、風のように世界に偏在して分散されたものだった。それに対して紀元前5世紀から4世紀頃のソクラテスになると、心は一つの統一体として捉えられるようになる。しかも心は肉体を管理する働きを持つと考えられます。では心にはどのような機能が備わっているか。デカルトとパスカルの例を検討した後で、一つの頂点のような存在としてカントが登場する。カントにおける心は、感性や語性、構想力といったファンクションからなる。ただし、そうした機能には限界もあることをカントは指摘している。あとはこのモデルがどんどん精緻になっていく、というストーリーかと思えば、話は思わぬ方へ進みます。現象学を提唱したフッサールや彼に学んだハイデガーの議論では、カントで輪郭がくっきりしたように見えた心が、むしろ形を失って環境の中にほころんでいく過程が描かれます。科学と哲学のズレと断絶。発言者、下西風と。フランシスコ・バレラという神経生物学者は、科学的に心を見ることと、哲学的に心を見ることの折り合いをつけようとしていたんです。言い換えれば、第三人称的に自然科学が心、脳だと考えて進めている脳の経験的な研究と、主に哲学が担ってきた、第一人称的に心を内側から考察していく超越論的な研究の、ズレや断絶を解消し、両者の橋渡しをしようとしていたんです。でも、そこには理論的な困難が強く残っている。そこで、僕はそのようなズレや断絶が、歴史的に見て、どのように生じてきたのかをたどり直してみようと思ったのです。だからこそこの本は、人間を経験的かつ超越論的な二重な存在と規定した、フーコーから出発し、
ソクラテスに意識の最初のメタ化を読んだり、パスカルに意識と宇宙の相互包摂を素行的に見出したりしました。発言者、山本高光。神経細胞を外から客観的に見ても、この私が感じている意識の質感そのものは扱えないという難問は残ります。哲学のアプローチが必要となる場面ですね。心や意識に主観から迫るやり方、客観から迫るやり方の2種類をどう橋渡しできるか、どう重ねられるか。心が悲鳴を上げている。発言者、山本高光。心について考える場合、経験的な思考と超越論的な思考の2つのアプローチを取れることから生じる困難があります。心は何かについて考えるのもまた心というわけです。心とは何かを考えるには、一方では自分の心で何が起きているのかを経験として捉えて考える道がある。これは経験的な思考と言われます。他方ではその経験はどのような条件から生じるか、どのような限界を持っているかを考えるという道もある。これは超越論的な思考と呼ばれます。しかも厄介なことに、この経験的な思考と超越論的な思考は互いに互いを飲み込んでいるような相互包摂的な関係にある。第二次 AI ブームの頃までは超越論的に心や知能 AI を考える視点が顕著でしたが、この度の第三次 AI ブームではさほど前面に出てきません。人工知能の父とも言われる数学者のアラン・チューリングは、計算機がもし知能と呼べるような働きをするとしたら、それはどういう条件の時、何ができた時だろうか、ということをいろんな角度から考察しています。チューリングでは、心と知能、AI を超越論的な視点と経験的な視点の双方から見る態度が失われていなかった気がします。現在の AI 研究では、超越論的なことは考えなくても、機械翻訳にせよ、画像の自動生成にせよ、会話にせよ、作って試してみることもできる。かつてはコンピュータの性能も今と比べたら貧弱でしたから、理屈の方から考えざるを得なかったという事情もあるのでしょう。発言者、吉川博光。現代人はあまりにも過剰な役割を心に持たせてしまっていて、もはや個人では追い切れなくなっている。それゆえその仕事の一部を外部にアウトソースしたいから、AI にどんどん夢を託す状況にあるんじゃないか、と下西さんは指摘されている。発言者、下西風と。僕たちはもう考える主体でなくともいいんじゃないか、ということが AI が出てきた時に最も喚起される僕たちの感覚なんじゃないかと思います。その問題意識と同時に僕が考えたかったのは、 AI は突如として登場した技術ではないということです。つまり僕たちの意識には外界で起きていることを表象して内面に持ち込み、それらを情報として処理する機能があるんじゃないかと考えたからこそ、じゃあ情報処理するような機械を作れば意識はそこに生まれるんじゃないか、と進んでいった。この順序が重要だと思うんですね。じゃあこの思考を情報処理として捉える発想はどこから出てきたのかというと、僕はソクラテスの中で見出しました。ソクラテスはプシュケー魂とは紙の中に文字を書いたりイメージを描いたりするようなものなんじゃないかと述べているんです。人間にはある種のメモリーがあって、そこにデータを書き込んでいく、そのデータの書き込み装置こそが心と呼ばれるものなのではないかと。ソクラテス以前のホメロスの叙事詩では、プシュケーには魂だけでなく風とか大気の意味もありました。ホメロスの時代では心はまだ人間の内側に閉じ込められてはいなくて、刻々と変化する環境の中で人間と環境の間にその都度生起し移ろい消えていくような出来事や現象としてあった。日本的な感じで言えば、それは鳥と共にあるとか風と共にあるといった形で発生するものであった。でもソクラテスは自分の中に外界の出来事が書き込まれていくデータの情報処理プロセスこそが心だと考えた。そこからの必然的な帰結として、
体への侮蔑が始まります。西洋哲学の祖と言われるソクラテス、プラトンの哲学の中には、人間の体なんていらないものであって、最も重要なのはむしろ情報処理機構としての心なんだという発想が埋め込まれているんです。それが連綿とアップデートを続けて現代まで来た結果として、 AI みたいなものが登場する。 AI もやはり僕たちの欲望の反映の結果であると捉えることが重要なのではないかと考えます。日本の小説は気が多い。発言者下西風と、これは気に限らずなんですが、ある特有の考え方が日本に入ってくると、理念や思想が脱色されてフレーバーだけが残って漂い続ける。漱石の失敗。発言者山本高光、夏目漱石は明治政府の命令でイギリスに留学して英語を勉強してこいと言われたのですね。ところが漱石は文学の研究に没頭します。漱石の時代には文学はおなじみではなかった。漱石の場合、漢文の文芸であれば親しんでいたけれども、英語で文学というものはなんだかわからん、でも知りたいというので、漱石は七転八倒して気が狂わんばかりに研究したわけです。発言者下西風と、でも失敗は失敗として受け取ることが大事ではないでしょうか。どうして漱石がこんなことをやらなければならなかったのかということこそ取り組むべき問題であって、自律的で合理的な主体性を伴う心と、気に混じることができたり神や自然と共にあるような心、その緊張関係の狭間にいた人として、漱石を読み直してみたいと思ったんです。発言者山本高光、ある面では失敗したけれど、失敗ゆえに分かることというものもあるんですよね。先人がチャレンジして失敗したことがあるなら、その動機とどこまで到達したかを見届ける。それで足りないところが分かれば、その知見を足がかりにさらに先を目指せばよいわけです。人間の認識の歴史をたどりたい。発言者下西風と、お二人の共著である心脳問題では、心や意識の問題を哲学か科学かという形而上学的な問題として扱うと困難に陥るという結論になっていきますよね。面白かったのは、その議論の後で心脳問題は社会へ向かうと書かれていることです。そこから実際にエンハンスメント、心身への医学的科学的介入、増強の問題とか精神疾病の問題とか社会的な制度の問題に展開していくじゃないですか。僕の場合、同じような認識から意識の哲学史みたいな方向に進んでいったんだなと思ったんです。発言者吉川博光、我々は袋小路の先で社会に、つまり横に向かったわけだけど、下西さんは縦というか歴史に向かったわけですね。そしてどちらも現在の我々を規定する条件を改めて考えようとした。発言者下西風と、社会に向かうとなった時に、山本さんであれば西山根や漱石の作品そのものを対象にするのではなく、あえて文学論を取り扱うなど、人間が意識を表出する時のテクスト的な環境に注目し、あるいはそれを博物的な視野で捉えて議論を展開されていった。吉川さんであれば、理不尽な進化で進化論そのものではなくて、人間がいかに進化論を受容していったのか、進化論がいかに生命観や人間観を変えたのかという問いを立てて考察を展開されている。つまりお二人とも真正面から問題を扱うのではなく、その問題の語り方そのものを考え直さなければならないのではないか、これまでとは別の語り方を発明しなければならないのだという問題意識を持たれて活動されてきたと僕は捉えているのです。発言者山本高光、ご指摘のように、ある問題に関心を持った場合、その語り方や条件に遡って考え直すということをしている気がします。
分野を問わず様々な学術において、人があれこれの対象についてどのように認識してきたかについて認識したい。人間が過去に何を認識してきたか、その認識のあり方をたどり直すことに興味があります。何かそのような視点から見えてくるものがあるんじゃないかと思ってのことでした。発言者、下西風と。西行は、意識と自然の乖離にものすごく苦しんだ人でした。和歌によってその苦しみを一回引き受けるという作業があり、続く芭蕉は、よく見ればナズナ花咲く垣根かな、とか、山地来て何やらゆかしすみれ草といった俳句に象徴されるように、自然と心の再縫合プロジェクトを遂行していった。そこで心と自然は結びついたにもかかわらず、漱石の頃に西洋近代の思想が入ってきて、心と自然は再び分断されていってしまった。西洋のコンテクストと日本のコンテクストから来る二重の苦しみが漱石の中にあった。